その通りです、猫の目先生。でも青野くんが、仮にこのまま彼が処刑されたとすれば、それは彼の運命だったということです。そんなこんなことになっちゃったんだ。俺が間違ってこの学園に入学したからか、もっと早く出てってればよかったのか。普通の学校に通って同じ人間の友達を作って、でもそうしてればモカさんやみんなと出会うこともなかった。恐怖のあまりおかしくなったか。約束してくれ。おお。俺を処刑した後、新聞部のみんなには手を出さないって。人間のくせに随分と見上げたことを言うじゃないか。よかろう、私にも慈悲の心はある。それじゃあ、はあ、新聞部の連中は苦しまないように、一瞬で殺してやろう。やめろ。あの世で仲良く誰も読まない新聞を作るんだな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここでお前に助けられたんだったな、つくね。今度はあなたが助ける番よ。お前は？今まで本当のことを教えてくれなかったからなの。クラムさん、だってさ、悔しいじゃない。もっと早く教えてくれてればいくらでも力になれたのに。バカ、スクネもモカも大バカだよ。それは直接二人に言ってあげるべきね。私だってつくねを助けたい。でも今の私の力じゃ。お前はたった一人だと思っているのか。コロス、離れてて。久しぶりね。私だけじゃないわ。表の見張りをやっつけるのに手間取ってしまったな。大変だったです。
ゆきさんにゆかりちゃん。何ぼさっとしてんの。つくねを助けに行くんでしょ。クロムちゃん、つくねのことずっと内緒にしてたのはムカつくけど、ごめん。今は謝るべき時じゃないわ。ルビさん、それ新しいマグ。いろいろあってね。でも詳しいことは、そう、つくねを助けてから、その後でモカにはたっぷり謝ってもらうんだから。人間とアヤシ、その命の重さに違いはない。そうだったわね。ああ、お前もだいぶ分かってきたじゃないか。さあ行きましょう。ええ。生徒諸君、いよいよ刑を執行する時が来た。その目にしっかりと焼き付けるがいい。我らの宮敵、人間の末路を。愚か者だ。お前たち、これは学園に対する重大な反逆行為だぞ。分かっているのか。学園とか反逆だとか関係ない。大事な仲間を助けたい。ただそれだけです。去年の新聞部と同じようなこと。あの時森岡銀英はこう言っている。学園がどうなのか関係ない。お前たちのやっていることが許せないから記事にするんだとな。金先輩はそんなことを。新聞部を残しておいたのは私の失敗だ。魔痕を残さぬためにも、今ここで貴様ら全員を極刑に処する。不良様のご命令が下った。お前たちはそこで死ぬとし。加減はしないと。なんかすげえぞ。マヤシの血がうずうずしてきたぜ。バカ、全身すんな。逃げろ逃げろ、もう私から逃げられるものならばな。まずいです、スネさんの方に。行け。でもこれは貸しにしておくぞ。ここまで来れば。ゆちゃん、ルビさん、ありがとう。つくね。モカさん。ちょっと、モカのことなんてどうでもいいの。いやだ、クロムちゃん、つくねから離れてよ。ちょっと邪魔しないでよ。俺、今度ばかりはダメかと。安心している場合かな。囚人監視の前でなかったのは残念だが、これで処刑は完了した。所詮怪しと人間が共存するなど夢物語なのだ。やだ、つくね。ねえ、つくね。つくね、やだ、死んじゃやだよ。モカさん、俺本当に嬉しかったよ。この学園に来てみんなにお母さんに会えて。ダメ、喋っちゃダメ。俺の最後の頼み、新聞部のみんなを供養から守って。
それが力の対応、ヴァンパイアの真の姿か。貴様、ん？貴様！ごめんなさいです。やっとザクを倒してきたぞ。嘘だろ。ごめん、私たちがついてたのに。どけ。つくねの命の灯火はまだかすかに残っている。今のうちが何ができるっていうのよ。私の血をつくねに送り込む。確かに武士と呼ばれるほど治癒能力の高いヴァンパイアの血なら。それじゃつくねは助かるの？可能性は低い。だが今はこれしか方法が。あれ、まさか陽子。陽子、高位のものになると神と祀られることもある日本の大妖怪よ。さすがは力の対応ヴァンパイアだ。この私に擬態を解除させるとはな。奴の恩に全ての妖力が。ホロ、エングルマ。早い、司令地さん、氷の壁を。ダメだ、これは桁が違う。一番のアハホンダラ、俺やったな。しゃあないわ。また部員たちがいなくなるんは、俺もゴリゴリ。キリン先輩、私たちの盾に。たまには部長らしいことをするじゃんか。カッコつけたって死んじゃったら意味ないじゃない。誰かと思えば森岡議員か。まあいい、探す手間が省けたというものだ。貴様、ここは私たちに任せるです。お前は早くつくねを。死ぬかもしれんぞ。そんなの覚悟の上よ。すまん。さて次は誰かな。みんなここから先は一歩も通しちゃダメよ。ああ分かってるさ。力を合わせるです。私たちの大事な友達のつくねを守るために。つくね、私の血受け取るがいい。つくね、つくね、この程度の量ではダメか。これでも食らえ。何が友達だ、何が仲間だ。林と人間は敵同士なのだ。まだそれが分からんか。ミノレ、白一さんが。ゆかりちゃん、意識を集中して。はい。あんたこそ分かってない。林と人間だって友達になれる。私たちがその証明よ。くだらん。ルビさん、やるわよ。合体魔法、黒い封印の陣、レッツ。ただの踏み切れで何ができる。かかったわね。使いはきっと包囲陣。そう簡単に抜け出せると思ったら大間違いよ。なるほど、面白い見せ物だ。手荒わしい魔女どもめ、消えろ。まだよ。いい。この私の顔に傷をつけるとは。人間の姿に戻っていくです。今ので相当ダメージを負ったみたいね。いいえ、違う。これは人間の姿なんかじゃない。圧縮された容器に無駄のない研ぎ澄まされたフォルム。光栄に思う。この私の最終形態を目の当たりにできた。おい、今のなんだ。なんかすっげえ揺れだったな。それより早く行けよ。上がつく。
帰ってんだってば。皆さん大丈夫なんでしょうか。しぶとい。はい。なるほど。あの雪女の小娘が最後の力で皆の周りに氷の壁を作ったのか。だが二度目はない。ああ、次は撃てないさ。私がお前を倒すからな。明石は思うか。そいつを蘇生させようとしたのも無駄な努力だったようだな。さあ来いよ、力の対応ヴァンパイア。お前を完膚なきまでに打ち倒すことで、この私の学園内での立場はより強固なものとなる。お母さん、はつくねは、はつくねはどうだったの。私にできることはもう何もない。じゃあ、どうして力の対応といってもこの程度か。全く効かんぞ。あまりにも誰も道を分け与えすぎたか。弱い、弱すぎる。怪しい、人間との友情ごっこに酔っているから。こんなにも弱いのだ。人間とは醜いものだ。すぐに怠ける。裏切り、嘘をつく。むやみに生き物を傷つける。それが人間と交わったお前がここで死ぬべきなのだ。焼けて蒸発しろ。おぼろ火炎車。終わったな。お母さん、つくねさん。嘘だろ。ええ、嘘だわ。見て。お母さん、あれ。ずいぶんのんきなお目覚めだったな。この寝ぼすけ。バカな。この私の炎によって焼却されたはずの肉体が。よかった、つくねさん。これがヴァンパイアの血の力。いい、こんなことがあってたまるものか。モカさん、安心しろ、すぐに倒す。ふざけるな。この学園の秩序と平和を守るこの私を倒すだと。前ごときの力でできるんやな。それが貴様、いつの間に瞬息の太陽。ウヤウルフをなめんなよ。醜い野心に取りつかれ、公安委員会と共に暴走を続けるクヨイ。お前に学園の秩序と平和を語る資格はない。何、身の程を知れ。やった。何がどうなった？なんだこりゃ。見えろよ、あれ。ちょっと、クヨさん、ぶっ倒れてる。一体誰が？それは、大丈夫？モカさん。青野くん。猫の目先生。すごいじゃない。あのクヨくんをやっつけちゃったのね。え？暴力はいけないことだけど、これで青野くんの濡れ衣も晴れたわよね。いや、俺じゃなくて、で、濡れ衣？なんだよ、公安委員会の早とちりだったのかよ。ねえねえ青野くん、少しでも人間だなんて疑って。それにしても、あの供養を倒すなんてすっげえな。今だか分かるけど、俺公安委員会やひでえ目にあったんだ。俺も俺も。青野くん、よくやってくれたわ。よし、学園のヒーローを胴上げだ。いやいや、
決着はーって、まあいっか。その騒ぎの終わった後、俺は話したがろうとしないクルミちゃんから事の顛末を聞き出した。俺が死亡状態になっていたこと、それを救うためにみんながひどい目に遭ったこと、そしてモカさんが俺のために。つくね、ごめんモカさん。え、俺のためにこんなに体力を使い果たしちゃって。よかった。え、だってつくねが無事だったんだもん。モカさん泣かないの。寝ぼすけ。あ、あれ、なんで俺こんなにドキドキしてんだ。もしかして俺もう一人のモカさんのこと。いやだ、そんなに見つめられたら。つくね、お母さん。キツネー、何してるんですか。あ、すみません、みんな今何しようとしてたの。いや、別に何も。続きは私とね、私とです。私とよ。チューしてくれて、チュー。